勇者部がハロウィンの日にお化け屋敷をやります。ぜひ来てください。詳しくはこちらのチラシをご覧ください。もう少しで配り終えちゃうな。さすが私たち。ミト先輩とアヤ先輩の方はどうかな。ちょっと聞いてみようか。こっちはちょうど配り終えたところだよ。今からミト先輩とそっちにお手伝いに行こうと。あ、待って、アヤちゃん、ブタロンからメールが。今からお化け屋敷のプレオープンをやるから、私とアヤちゃんにお客さん役をやってほしいって。それも大事なお役目ですね。でも、金ちゃんたちのお手伝いも。聞こえましたよ。私たちももう少しで終わるから、二人はお化け屋敷行ってください。安心して任せてください。兄ちゃん、アヤさん、来てくれてありがとう。で、どうしたの？そんな怖い顔して。部屋の中が真っ暗みたいだから緊張しちゃって。すみません、私もドキドキしてしまって、入るのがちょっと怖いです。大丈夫よ、今日はプレオープンでお化けたちは衣装を着ていないから、そんなに怖くないはずよ。そうなんだ。でもなんで？着た方が練習になるのに。家庭科部さんから衣装をさらにゴージャスにしたいって言われて、本番まで預けることにしたのよ。制服姿のお化けだから怖くないかもしれないけど、楽しんできてね。いってらっしゃい。あ、中は真っ暗ですね。ミト先輩、手をつないでもいいでしょうか？うん、はぐれないようにしっかり捕まっててね。怖いけど、あやちゃんをリードしなくちゃ。大丈夫、ただの暗い寮の部屋、ただの暗い寮の部屋。ようこそ恐怖の世界へ。キャー早速抱き合って怯えてくれるなんて、脅かしがいがありそうですね。ただの暗い寮の部屋、ただの暗い寮の部屋だから。ミト先輩のためにも私がしっかりしなきゃ。もうすぐお客さんが来ますよ。ウーさん、物置に隠れてください。了解。それにしても物置はすぐに真っ暗だわ。お化けを見なくて済むから、物置に隠れてドアをガタガタ鳴らすと言ったのはフーさんですよね。そうだけど、中に隠れて一人でやるなんて怖い上に地味すぎて。大丈夫ですよ、近くに私もいますから。死神に言われても。では、いつきちゃんの言葉ならどうです？シスターとしてお姉ちゃんのために祈るよと言ってましたよね。はっ、そうだった。私にはいつきがついてる。大丈夫、大丈夫。持ち直したようですね。ではよろしくお願いします。うん、物置で一人になっちゃった。怖いよ怖いよ。あ、そうだ、こんな時のためにポケットにお菓子を用意しといたのよね。どれにしようかしら。あやちゃん、物置のドアの方からガサガサ音がしない？誰か隠れているんでしょうか？あら、思いがけないところに驚いてくれたわね。それじゃあ今度は作戦通りにドアを揺らしちゃうわよ。私の活躍見てくれた？あれ、ドアの近くにいるって言ってたのに。ひなた？お化け！ふうさん、どうされましたか？白いお化けが、
私の目の前を。白いシーツをかぶった何かがハイタッチをしていますね。待ってください。今、フーの悲鳴が聞こえたな。フー、大丈夫か？大丈夫ですって。きっとお客さんに驚きでもしたんじゃないですか。ほら、お客さんが来たみたいですし、私たちも仕事に集中しましょう。そうだな。ミカとアヤちゃんですね。隠れましょう。ミカ先輩、なんだか怪しい意図がありますね。中からお化けが出てくるかも。気をつけて通り過ぎよ。まさか、あの二人がフーを。フーは見えないですけど。あれ、井戸から何も出てこないね。絶対誰か隠れてると思ったのに。もしかして中で具合が悪くなってしまったのでは。大丈夫ですか？あやちゃん、一人で覗くなんて危ないよ。あ、ミカ先輩、見てください。あやちゃん、大丈夫？誰かいたの？いえ、井戸の中にお菓子がいっぱいです。うわー、ほんとだ。ご自由にお持ちください。だってハロウィンのプレゼントってことかな。嬉しいサプライズですね。お、チョコもクッキーも飴玉もありますよ。どれにしましょう。いっぱいあって迷っちゃうね。予定通りお菓子に食いついてくれたね。よし、作戦決行だ。私たちが予備で用意しておいたこんにゃくじゃ。誰だ、こんないたずらをしてるのは。気取られず近づくとは、やるな。なるほど、あなたたちが先輩をやった真犯人ってわけね。そろそろミトとアヤが来る頃だ。トリプルキョンシーズ、準備はいいか？オッケーだよ。って言っても制服姿だとあんまり雰囲気出てないけど。でも衣装がないからこそ演技一つで見せなくちゃね。足も腕も伸ばしてジャンプするから。キョンシーって案外いい筋トレになるし。そうだね、私もテンション上がってきたよ。みんな、業務連絡。境界エリアでトラブルが発生したから、対処できるまで時間稼ぎしてほしいって。時間稼ぎって言われても、ぴょんぴょん跳ねながらお客さんを追っかけるだけじゃ。逆にお客さん逃げてっちゃいそうだよね。どうすればいいかな。そうだ、目の前で組手をやってお客さんに見てもらうのはどうかな。キョンシー同士の格闘ショー、面白いかも。いや、コンセプトがよくわかんないし。なんで教師同士で戦っちゃうの？縄張り争いとかいいかも。あー、アヤヤとミトさんが来ちゃったよ。じゃあ、あとはよろしく。了解。ミト先輩、あそこに何かいます。あれはユウナ先輩たちでしょうか。そうみたいだね。でも、なんで3人で組手なんてしてるんだろう。よくわかりませんが、すごい真剣勝負ですね。ちょっと見ていきませんか。
そうだね、見てって言わんばかりの勝負だし。あやちゃんとみかちゃん止まってくれたね。ジャンプしながら組み合うって結構大変だね。うん、いい汗かけて超楽しい。キョンシーハマりそう。おーい、トリプルキョンシーさん、トラブル解消されたからもう大丈夫だって。え、大丈夫って言われても、この展開どうやって終わらせればいいの。そうだ、私にいい考えがあるよ。二人とも聞いて。高島先輩のキョンシーが勝ったみたいですね。よーし、最後は3人でミカちゃん、アヤちゃんに突撃だ。やー、素晴らしい組手でした。今まで怖いのばっかりだったからちょっと心が和んだよ。ありがとう。全然怖がってない。まあそうなるか、衣装なしで組手やってるだけじゃね。ヒュン、ごめんね、びっくりできなくて。でもとってもいいものを見せてもらえて嬉しかったです。そっか、楽しんでもらえたならよかった。そうだね、私たちの出番はここまでだから次のコーナーにどうぞ。無事旅だったみたいだね。本番までにもっと演技力磨かなきゃだね。うん、頑張ろう。何かの気配、いた。よっしゃー、パーンチ。本物のお化け。え、お化け相手とはいえ勇者パンチはやりすぎじゃ。大丈夫だよ、ちゃんと寸止めしたからね。お化けのふりして驚かそうと思ったの。残念だったね。今度は墓地に囲まれた教会か。シチュエーションだけで怖い。ミト先輩、お墓の後ろから何か出てきました。我々シスターがあなたたちを聖なる世界へとお導きいたしましょう。よかった、味方のようですね。でもこのままじゃ外に出られないよ。シスターさん、ゾンビを倒すにはどうすれば。祈りを捧げるのです。さすれば救われ。さあ、祈りを捧げるのです。我らが邪神像様に。邪神像ってもしかして。はぁ、はっはっは、時すでに遅しや。このピッチピチの娘二人をサンチョ様の生贄に。お二人は邪教のシスターさんだったのですか。我に生贄を与えよう。邪神サンチョ様の血肉となるのだ。助けて。
こちらへ。魅力たちが奴らを引きつけている間に、さあ。は、はい。は、は、助かりました。ありがとうございます。教会の中からうめき声が聞こえる。ここも危ないんじゃ。ドアは私たちが押さえておくわ。息を整えたらもっと遠くへ脱出してちょうだい。我に生贄を。うわあ、教会の壁を破ってサンジョ様が。サンジョ様にその身を捧げよ。神の衣装は手直し中なので、こちらの獲物しかありませんが、この大釜でお二人を守ってみせます。さあ悪霊の皆さん、死神の私がお相手いたします。ミトさん、アヤさん、私がお二人をお守りします。死神さん、頼もしいです。でも数の多さで圧倒的に不利な状況。怖いけど私たちも戦わなきゃ。死神さん、助けに来たよ。くっ、トリプルキョンシーズ、思わぬ伏兵が。邪教のシスター、それからゾンビも私たちキョンシーズが相手しちゃうよ。死神さん、ここは私たちに任せて。山頂、我に生贄を。ピッチピチでプリップリの可愛い生贄を。ミトさんとアヤさんから離れなさい。死神さんの大釜が三女様に命中しました。はあ、三女様、我らの三女様がしぼんでいく。ヘデス、ああ、三女様が天に召されてしまいました。さあ皆さんも成仏する時がやってきましたよ。このろうそくの炎が消えた瞬間、あなたたちは。いや、やめてくれ。ほーら、消えた。いや、見事な死神だったぞ、ひなた。若葉ちゃん、みーちゃん、最後までよく頑張ったわね。あやちゃんもよく最後まで耐えたわね。芽吹先輩、怖かったけど皆さんが助けに来てくれたおかげでなんとかなりました。みんなどうもありがとう。あやちゃんに代わってお礼を言うわ。無事でよかったよ。ゆうなちゃん、無事だったのね。高島さん、あなたも無事だったのね。ユーナ、あなたなら無事だと信じていたわ。皆さん無事再会できてよかったですね。東郷さんたちのあの動き、もしかして教師になっちゃってる。あやちゃんは私が守る。あ、捕まった人たちが次々と教師に。どんどん増えて追いかけてくるわ。